どうもママです。この動画では日常生活に簡単に活かせる表現方法を演技講師の浜本信弘がお届けしております。ぜひねチャンネル登録の方お願いいたします。今日のテーマはですね、先日より多くの人に自分の話を聞いてもらう方法というのをお届けしました。まあ会議とかね、プレゼンとかね、なんか大勢の前で話すときに、後ろの方の方をちょっと言葉に出してあげる。後ろの方の方がちょっとうなずいたとしたら、わーうなずき、一番後ろのまあ白い T シャツの方だったら、後ろの一番白い T シャツの方うなずいていただいてありがとうございますとかってね、一言ね述べとくとか、ちょっとやる気がなさそうな人をちょっと見つけて、その人に対して何か声をかけておくと、あ、全体にちゃんと目がいってるんだ、俺たちにも話が届いてるんだということで、会場全体が話す、聞く空気になっていくっていう技をお伝えしたんですけども、それをねありがたいことにですね、ご視聴いただいた方がですね、それやってんですけど、やっぱあんまり聞いてくれない時があるんですよねっていうご意見いただいたので、まあ、もう一つプラスアルファ、これができる会場であればですけど、できる会場であれば、実際にお客さんのもと、聴衆というか、聞いてる側に、降り立ってですね、ステージから降りてって質問をするとこれいいです。ステージの上からずっとだとどうしても距離感があるので、やっぱり聞かない人は聞かないし、やる気のない人はやる気のないままなんですけども、ステージのままからでも、ステージ上だけからでも、なんか質問を投げかけると、皆さんが質問に対して反応しようとするので、しっかりと聞こうとしてくれますけども、よりその精度を上げるというか、その確率を、聞いてもらえる確率アップさせるのは、実際に壇上から降りてって、なんとかってどういうことと思いますって、こう、一番後ろの人とかにマイクを差し出すってことです。そうすると、もごもご言おうが言う前がちゃんと意見言ってくれたら、うわ、そういう意見あるんですね。素晴らしいっすね。ありがとうございます。とか、もごもご言ってたら、もごもごとか、なんか適当なことで流してですね。なんかこう、後ろの人にマイクを差し出して、あ、ここにも意見聞いてくるんだっていう緊張感ですね、今度はね。その緊張感があることによって、じゃあ次何聞かれるかわかんないからってことで話を聞こうという流れに持っていくっていう技法がございます。もしね、そちらも簡単ですかね。ただ、後ろの方とか、ちょっと、やる気がないかなとか、なんか、僕の話が面白くないのかなって思う方がいたら、その方のところに行って、どう思いますって、こう、マイクを差し出すっていうことで、みんなが、ちょっとこう、うんって聞く姿勢になるってことで、技でございます。ぜひね、よろしかったら使ってみてください。ということで、ハマテレビ、チャンネル登録、グッドマーク、よろしくね。またね。ハマテレビ、チャンネル登録、よろしくね。